皆さんこんにちは。本日は災害時あなたの頼りになるのはいつもの備えですをテーマに、日頃からの備えが災害時にいかに頼りになるか、一人一人が何を備えればいいかをお話ししていきます。本日は3つの大きなテーマをお話ししていきます。1つ目は、避難することが避難所へ行くということがイコールではないということ。2つ目は水害への備え。3つ目は各家庭で備えてほしい備蓄品の3つをお話ししていきます。まず1つ目の避難することと避難所へ行くことがイコールではないということです。前提として災害時に自分と家族の命を守るのはあなたです。またこの間、避難の方法も新しい生活様式に変わってきています。従来ですと避難の方法は避難所へ行くことというイメージが強かったかもしれません。それもそのはずで、古くから発災して数日経つと避難所の映像がメディア等で連日報道されていたからです。しかしこれから避難の方法も変わってきます。避難所へ行くということが絶対ではなく、難を逃れることがとても大切となってきます。風水害時、家の上階へ避難する垂直避難、安全な知人や親戚の家へ避難する水平避難、民間のホテルを予約して泊まることも避難の方法の一つです。震災時は自宅で過ごせるのであれば、なるべく自宅で過ごすようにしましょう。コロナウイルス等の感染症の危険が高い避難所、そしてプライベートスペースが十分に確保できない避難所、そのような自宅よりも環境の良くない避難所で無理に過ごすことはありません。また風水害は唯一予測ができる災害となっています。そのため日頃からの備えが大切になってきますので、備えを忘れずにしましょう。皆さんに備えてほしいことを3つお伝えします。1つ目はハザードマップを確認すること。2つ目はマイタイムラインを作ること。3つ目は備蓄品を確認すること。この3つが風水害を対して大切な備えとなってきます。備えの一つ目として、ハザードマップを確認しましょう。ハザードマップはいくつか種類があります。洪水ハザードマップ、内水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ、そしてこちらにはありませんが津波ハザードマップもあります。洪水ハザードマップとは、川が氾濫して洪水した際の浸水想定が確認できます。内水ハザードマップはゲリラ豪雨などの下水道の排水能力を超えた雨が降った際に起こる内水氾濫の浸水想定が確認できます。土砂災害ハザードマップは土砂災害被害想定地域の確認ができます。幸い区内では加瀬山周辺にあります。備えの2つ目はマイタイムラインを作りましょう。マイタイムラインとは、一人一人もしくは家族の生活状況を踏まえて自分の逃げ方というのを事前に考えておくものです。大切なポイントは、いつ誰が何をするという役割分担を明確にしておくことです。マイタイムラインに書式はありません。川崎市ホームページからもマイタイムラインの作成ができます。川崎市のホームページからマイタイムラインを検索してみてください。その前の3つ目は備蓄品の確認です。平時から各家庭で
食料や日用品を備蓄し、備えていくことがとても大切となってきます。市外から救援物資が届くまでに約3日かかると言われています。そのため、ご家庭では最低でも3日、できれば7日分の備蓄をお願いいたします。ちなみに川崎市の公的備蓄は地震被害想定調査に基づき備蓄をしています。交付の対象となる方は、震災の発生により家屋の全壊・焼失のため避難所で生活することを余儀なくされ、かつ物資の確保が困難なものとされています。家屋半壊・家屋被害のないものは、避難したとしても自宅から必要な物資を持ち出すことが可能であることから対象外となることがあります。公的物資配給の対象者や公的物資には限りがあるため、各家庭がそれぞれ家族にとって必要なものを備えておきましょう。川崎市の公的備蓄の備蓄状況の説明です。まずは食料と飲料水です。アルファ化米という火や電気を使わずに作れるご飯、これが1人当たり2食分。小さなお子様や高齢者の方用に白粥、1人当たり2食分。0歳児を対象とした粉ミルク、1人1日当たり 1000ml として3日分程度。クッキー、1人当たり1個。飲料水、1人当たり1本 500ml を備蓄しています。続いて、生活必需品の公的備蓄です。毛布は1人当たり1枚。乳幼児用の紙おむつは1人1日当たり8枚。これを3日分。大人用の紙おむつは1人1日当たり6枚として3日分。対象は40歳以上の要介護認定者のうち要介護3以上の方を想定しています。生理用品は1日1人当たり8枚として3日分。トイレットペーパーは1人1日当たり9メートルとして3日分を備蓄しています。このように川崎市として公的物資を備蓄していますが、風水害で一時的に緊急避難場所へ避難する場合は、公的物資の交付は原則いたしません。備蓄品を備蓄する際はポイントが4つあります。1つ目は一時持ち出し品と二次持ち出し品を分けて準備することです。これについては次のスライドで説明します。2つ目はライフラインが止まることを想定して、ガスコンロ等生活用品も準備すること。3つ目は家族構成や食物アレルギー疾患に配慮した備蓄をすること。4つ目は災害時に影響を受けづらい保管場所に置くことです。一時持ち出し品と二次持ち出し品の説明です。一時持ち出し品とは、発災してすぐ避難時に持ち出すものです。家族が1日程度生活できる最低限のものを用意します。重さは10キロ以下、目安は5キロ程度となっています。この一時持ち出し品は持ち出しやすいところに置いておきます。続いて二次持ち出し品についてです。こちらは復旧までの数日間を生活するためのものと考えてください。栄養バランスを考えて主食、主菜、副菜を揃えて備蓄します。ローリングストック法を活用しながら備蓄してください。一時持ち出し品に入れておいた方がいいものの一覧です。飲料水は1人1日2リットルから3リットルと言われてますが、持てる分を持っていきましょう。蛍光食や非常食で気をつけてほしいのは、災害のストレスで食欲がなくなることもあります。
固形物だけではなくゼリーなどの流動食も用意しておくとなお良いでしょう。お薬手帳や健康保険証、預金通帳はコピーでいいので入れておきましょう。ゴミ袋はゴミを捨てるためではなく防寒やレインコート代わりにもなります。携帯ラジオを持っていくと災害時情報を得ることで安心にもつながります。停電も想定して電池式の携帯ラジオがあるといいです。続いて二次持ち出し品の一覧です。飲料水は1人1日3リットルを3日から7日分かける家族分用意しておきましょう。食料は日持ちをするもの、お米や缶詰等が良いです。お湯や火がなくても食べられるものも必ず入れておきましょう。またガスや水道、電気などのライフラインが止まっているという想定をしながらガスコンロや携帯トイレも持ち出し品として用意しておきましょう。サランラップはお皿の上に敷いて使用後にサランラップを捨てるだけで水の節約につながります。乳幼児のいる家庭では粉ミルクや離乳食、おむつなどを少し日頃から多めに買っておきましょう。続いて家庭の食品備蓄の例です。食品備蓄については災害時用の備蓄食品でなくても普段食べているものでも日持ちするものがおすすめです。主食、主菜、副菜が揃うように食品を買い置きしてみましょう。これらの食品備蓄をローリングストック法を活用して備蓄していきましょう。長期間保存可能な食品等を買い置きして賞味期限をチェックしながら日常生活で利用することで常に備蓄があるようにしておくことが大切です。食べ慣れているものや温かいものは災害時の元気のもとになります。最低3日、できれば1週間分の飲料水や食料、生活必需品の備蓄をしてください。これらの備蓄は毎年見直しを行ってください。防災の日となる9月1日などと決めて備蓄品の確認を行うのもいいでしょう。賞味期限の近いものを買い足しプラス消費もこのタイミングでやってみてください。ここまで皆様ご清聴ありがとうございました。防災に関するお問い合わせや話の中で出てきたハザードマップは幸区役所危機管理担当で配布しております。幸区役所の4階3番窓口までお気軽にお越しください。以上ありがとうございました。